樺沢さんはなぜそんなに多彩にいろんなことをこなせるんですか？精神科医樺沢翔の樺チャンネル。私ですけども、精神科医をやっておりますが、他にもFacebook などのソーシャルメディア、あと映画評論家というのもやっておりますし、スープカレーの本とかですね、グルメの本なんかを出して、グルメ評論家的なこともやってます。あと最近ではウイスキーのセミナーをやったりですね、ちょっとウイスキー評論家的なこともやったりとかですね、かれこれいろんなですね、活動をやっていて、なんで樺沢さんはそんなにね、いろんなことをできるんですかと、どこにそんな時間があるんですかと、あるいはその頭の中がどうなってるんですかというようなことを言われます。これを一言で私の頭の中がどうなってるかを説明するのは難しいんですけども、一つはですね、キーワードは好奇心ということですね。好奇心ですから、皆さん方が何かこう興味を持ったら徹底的に追求した方がいいと思うんですね。私はただ興味を持ったものを徹底的に追求していくと、本も10冊20冊まずね、アマゾンで大人買いして全部読むとかですね、例えば最近だとポジティブ心理学っていうのに凝ってるんですけども、そうなったらアマゾンでポジティブ心理学の本をまず20冊ぐらい買ってですね、全部読みましたね。そういうことをすると、ポジティブ心理学のセミナーができるぐらいの知識が一気に集まるんですね。それたった1週間ぐらいでできることなんですけども、そういうふうに自分が興味を持ったことをどんどん調べていくと、次のこうステージにトーンとすぐ成長することができますね。あと僕もそういう知識に貪欲な人間なので、どんどん調べたくなるので、調べて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 、大体本を出すぐらいまでいかないとですね、欲求が収まらないのがあって、スープカレーの本も出してるし、映画の本も出してるし、映画「スター・ウォーズ」の本も出してますし、もちろんソーシャルメディアの本も出してますし、精神科の本も出してますし、多分ウイスキーの本もそのうち出るんじゃないかなと思うんですけども、そういうふうにただ好奇心を突き詰めてた結果ですね、そういうふうに本を出すところまで行ってしまうということがあります。知りたいから調べてるというだけのことなんですけども、皆さん方もですから知りたいと思ったら調べた方がいいです。ただ飽きっぽい人もいると思うので、集中してやった方がいいと思うんですね。だから、あれこれ面白いと思ったら、その本を買ったり、そういうことをやってる人の話を聞きに行ったりですね、短期間に1ヶ月ぐらいでわーって勉強して、それで、もっと面白いなと思えばさらに深めればいいし、それで、飽きたと思えば別に次に移ってもいいと思うので、そういう皆さん方のその知識欲というか、好奇心を満たすような行動をしていくと、楽しみながら自己成長できるので、皆さんの好きなこと、好奇心があること、ぜひね、深く調べてみてはいかがでしょうか。今日の動画いかがでしたか？コメントコメントコメント、皆さんの感想をコメント欄にお書きください。動画アップロードから3日以内であれば 100% 返信したいと思います。コメントお待ちしてます。